はい、皆さんこんにちは。今回はね、カラカラ言うておりますけどもね、ファイアードラゴン、再販品のファイアードラゴンのね、ボディだけ、発注してね取りましたんでね、赤いファイアードラゴンっぽいのはね、マンタレのボディで作りましたね。今回はね、このフロストブルー、タミヤ PS38 ですね、フロストブルーを使って、青っぽい感じのね、ブルーファイヤードラゴンね、赤より青の方が温度高いということでね、はい、熱い男はブルーファイヤーということで、ね、塗っていきたいと思います。これ何やってるかというとね、マスキング、窓のマスキングをして、こちら側からね、穴が開いてますので、ね、アンテナとかボディポストが入るね、穴が開いてますので、そこをね、こちら側からマスキングしてます。このマスキングは裏から塗りますので、内側からねマスキングしております。はい、ね、ボディを塗るところを一回見せてほしいということでしたのでねちょっと色が足りるかどうかわからないので、ね、怪しい感じがしますけど、ちょっと拭いてみましょうか。はい、もう拭くとね、色を吸うとちょっとね、具合が悪くなりますので、ね、束みます。はい、これでね一回乾かします。はい、ある程度ねフロストブルー塗れました。まあシールがね入るところはまあちょっと甘いかもしれないですけどねこんな感じでまあ綺麗にできたんじゃないでしょうか。そしてね、このフロスト系の色の裏打ちですねが、このサテンシルバーアルマイト PS48 で、塗ります。これでねメタリックっぽくなりますので、ちょっと拭いていきましょうかね。はい、これね、うちの店長がね、使いっぱなしやってますね。このね、ここね、この口ね、塗装、してからね、直す前にね、ティッシュとかで拭いてきれいにしておいてくださいね。ないとこういうダマになってね、バターっと飛びまくるんでね。はいではね、拭きましょうかね。はい、1回目はこんな感じですね。今、まあ、これちょっとやりましょうか。拭き始め、スプレーというのは拭き始めに、押して反対側で離す、押して離すっていうのを繰り返します。ゆっくりするとこんな感じですね。よくね、プラモデルとかのね、なんかスプレーあんまり色をね得意じゃない人がやってるやつだとね、塗ってみますみたいなね感じでこうやって塗ってます。これやるとね、端々ですごくね色が溜まってしまいますのでね、折り返すときはこうやってシュッ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 と、離してね、はい、やります。そうすることによってね、均等にこんな感じで塗れます。で、塗らなくていいとこ塗ってもね、均等に塗れます。こんな感じでね、塗らなくていいとこ塗ってますけどね、はい、今塗ってたみたいにね、スプレーの口を動かすんではなく、受ける側のこのボディをね、こうやって動かしながらね、こんな感じで、こんな感じで動かしながらやるとね、綺麗にいろいろ塗れるなと思うんでね。はい、こんな感じで塗れました。じゃあ乾かしてね、次の作業入ります。はい、はい、肩口を写せっていうことやね。はい、はい、こんな感じでね、綺麗に拭いて乾かしましたら、この裏打ちまた一色入ります。これがタミヤ模型の水晶がブラックだったかな。多分ね、ブラックをやるとミラー効果が、まあまあ鏡の原理ですよね、ミラー効果ができますよと、
ということなんですけども、結構ね黒でしてしまうとすごく沈んだ色になってしまいます。そして、前のね動画で言ったと思うんですけど、視認性の話ですね。ホイールが黒いと見にくい、あれ前その次の動画、あいつだったか分かんないですけどね、どっかの動画で言ってますんで、ね私はこの裏に、この PS1 ホワイト塗ります。これでねかなり視認性上がります。なので、ね、このサテンシルバーアルマイト お好きな方はね、ブラックってねサメオーケーさん言ってますけど、ホワイトするとねいい感じの色が出ますので、ぜひ、一回騙されたと思って騙されてくださいだからね、ずっと振ってましたけどね、これ中のね、色を攪拌するのにね100回ほど振ってくださいと推奨がありますのでね、はい、100回で OK と思います。そして、色をね最初振るときはこれまあ新品なんで大丈夫だと思うんですけどね、違うところに1回こうやってシュッと拭いてから、出具合見てからね、拭いてくださいねと。はい、入れましたと。また乾かしましょう。はい、カットもね、長店長が一生懸命やってくれましたのでね。そして、この上に、ね、保護膜がついているボディがありますんでね、これは保護膜付きのボディですんでね、この保護膜をしたままね、シール貼ってしまうとね、保護膜とともにシールがきれいに外れますのでね、まず塗装終わったらね、こんな感じで端っこにねマスキングテープなんかね、こうやるとこうやって剥げますのでね、はい、こんな感じで剥がすと綺麗に剥げますと綺麗に剥げます、まあ、あとはね、シールをねちょっと店長に貼ってもらってね、ここのマスキングを取ってもらってね、仕上げまでスキップいたします。はい、シール貼ってもらってね、シルワークスコンバージョンの4輪独立ホーネットですね、つけてみました。こんな感じになっております。あ、いい色出てるんじゃないですかねかっこいいですね。フロストカラー系ね、私全日本ではフロストレッド使ってますけどもね、いいですね、かっこいいですね。まあとりあえずね走ってみたいと思います。またね、走りながら喋りたいと思いますけど、ね、これ画面上だとね、明るい感じがするかもしれないけど、だいぶ暗くなってきてますので、ね、絵がちょっと荒くなってるかもしれないですね、カメラの、はい、具合でね、まあ、こんな感じで走っております。はい、まあね、このファイアドラゴンボディにはだいぶ前でも届いてたんですけどもね、はい、作る機会がございませんでしたね、梅雨でしたのでね、はい、で晴れてきましたので、そろそろやりましょうかということでね、はい、でまあいつもはねうちの店長が塗装とかねしてくれてるんですが、今回はね私が塗装ということでね、なぜ私が塗装してるかというと、このフロスト系の色ですね、フロストブルーでしたね、これね。フロスト系ってあの
色をこの均一に塗っとかないと透かしながら塗る色ですんでね、あの薄く均一に塗れないとダメなんでね、あの前半の方でお見せしたようにね、ちょっとずつね、塗るっていうのもあるんですけど、全体にね、軽く拭きながらね、ムラにならないようにね拭いていかないと、ね、ちょっとコツがある塗料なのでね、もしねあのこんな感じで塗りたいなってね、自信ないなっていう方はね、ボディの切れ端ね、失敗しても大丈夫なところをね、ハサミで切って、練習してからねやられるといいかもしれないですね。はい、あとサテンアルミシルバーやったっけ。あれはちょっとお高めなんかな、1000円ぐらいするかな、1000円に消費税やったかな、普通の塗料が600円に消費税だったかな、まあそんぐらいの値段なんでね、はい、まあこれ一色で仕上げるとは言っても結局普通のスプレー缶2本と、1000円のスプレー缶1本いりますのでね、まあ、2200円ぐらいかかりますよということですね。まあその価値はあるんではないかと思うんですけどね、あの遠くで走ってたらあんまり分かんないかもしれないですけどね、色をね反射して色が結構ね、マジョラカラーみたいにこう変わったりして見えますんで、すごく綺麗な色なので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。最近ねあのプラモデルでもねキャンディー塗装やってくださいって言われるんですけど、同じ原理ですね。まあプラモデルの場合だとそうですね、私が知ってるキャンディー塗装って磨き込んでね塗膜を均一にするっていう感じなんで、まああのタミヤのね、Z34 でしたかね、はい、あのフェアレディ Z のプラモデル作ってるボディのねところでありますんで、まあ見ていただければ多分わかると思うんですけどね、はい、こんな感じでね、塗装もあの一応あのお勉強しておりますのでね、はい、私薬品の特許持ってますからね、はい、得意でございますので、ここら辺はね、まあこのシルバークスコンバージョンね、よく走るんでね、これ本当は多分このタイヤのね、前後タイヤだと多分ここまでスピード出せないんですけどもね、まあよく走れますね。まあ今度ねあの、まあ、コロナがね落ち着いてきたら、あのカントリーボーイホビーチャンネルとかね、大分に来て一緒に走りましょうとか言ってましたのでね、その時にまた皆さんにね、お見せできるのかなと、ノーマルとの違いとかね、まあカントリーボーイホビーチャンネルが持ってるね、バリバリの全日本用のマシンですね、一緒に走ってみたりとかねしようかなと思ってますので、そこら辺も期待して待っておいていただければなという感じですね。はい、まあかっこいいですね、あの反対回りというか正回りしましょうかね、はい、だいぶね整備もだいぶ進んできたんですけどね、ギャップがかなり激しくなってますのでね、うちの常連さんたちね、もし走りに来る前にこの動画を見ることがありましたら、ちょっと車高を上げてねやられた方がいいかもしれませんね、ここら辺のギャップすごいことになってますんでね、はい、まあ見ててね、あの視聴者さんの方だけはね、あの見ててタイヤがガガガガってこうね上下に揺れてるのを見ていただけるとね、うん、分かると思うんですよね。アップでなかなかねお見せするって最初の方のやつ動画ね、店長が追っかけながら撮るとこしか、まあ、見えないと思うんですけどね、そこをちょっと巻き戻して見ていただけるとタイヤだいぶね、うん、バウンドしながら走っておりますので、かなりタフなコースなんですよ。まあ、このぐらいにしときましょうか。今回色も塗ってるしね、もう暗くなっていてあんまり見えなくなってきたので、はい、もう砂まみれになってね汚れておりますけども、綺麗にね、こちらの姉ちゃんまたやってくれると思いますのでね、また次の動画では綺麗なお姿、お姿とかね姿を見せれると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。もうねコウモリも飛んできましたよ。はい、
かがね、この動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、概要欄の方にシルバーアクス公式ツイッターの方に飛べるようにリンク貼っておきますので、そちらのシルバーアクスの公式ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。